母なる大使ルーナジア、そのすべてを手中に収めたルーンの騎士よ、これがお前たちがルーンの神と崇めた者の真の姿よ。お前たちは今こそ立ち止まり、真実に向き合うがいい。これがルーンの神。お怒りだわ。オーロラ、ルーンの神がお怒りだわ。エンドレアを沈めなさい。確かにルーンの神は人間たちにマナのシャワーを浴びせ、そして多くの力を与えた。だがその一方で、人間たちはマナを浴びる限り戦い続けなくてはならないのだ。戦い続け、そして一体人間たちはいくつ愛する大切な人の命を失ってきたというのだ。ルーンの騎士よ、そなたはもうそのことに気づかなくてはならない。オーロラ、なぜあなたはそんなにも我らルーンの神を断罪できるというの。このオーロラの半身にはルーンの神の血が流れている。なんですって。その血が私にこうささやくんだよ。愚かな人間どもの目を決して覚ますなとな。そんな見るがいい。これがお前たちの信じた神か、忍び国の女王よ。今こそ人間たちはこの強大な力の真実を見極める時が来たのだ。このオーロラと共に神と戦え。さもなくば神と共にこのオーロラと戦うのだ。この時すでにルーナジアの王となる者の運命は決まっていたのじゃ。我ら忍び族は大国と大国の狭間で身を隠すようにして生きてきた。でも今は違う。自由のブリガンダインに導かれ、こうして自由を手にした。そしてこのルーナジアの全ての人が自由を謳歌している。オーロラ、それでもあなたが我らのルーンの神を侮辱し否定するのなら、私は許さない。哀れルーンの騎士よ、もはやお前たちはマナの力なしでは生きてはいけない。マナの力に完全に支配されたのだ。ルーンの神の愚かな家畜どもが、エンドレアンの怒りと悲しみでこの呪われた世界から消え去るがいい。シャワー、温かいマナストーンから溢れる力の源がここに。学ばぬ人間たちよ、来い。
偽りの神と共に歴史から消さってやる。民の安らぎと自由は神と共にある。オーロラ、あなたを好きにさせておくことはできないわ。覚悟なさい。忍びの教えを実践する時が来た。皆の者、私について参れ。この怒りと悲しみを耳に消え去るがいい。エンドレアン、忍びの教えを実践する時が来た。愚かな相手の考えを先読みすべきね。愚かな愚かな。忍びの教えを実践する時が来た。行くよ。愚かな。私ね。はっ。
恥を知れ。愚かな皆の者、私についてまいる。恥を知れ。恥を知れ。もうすぐ神の裁きの矢が放たれる。みんな道を開けて。相手の考えを先読みすきね。ようですね。
せて。マナの呪縛に囚われた神の家畜どもが、好機のようですね。一気に戦いかけるわ。行くよ。私ね、さあ、なぜそれほどまでに認める、マナの力を、やむことなき戦いを。